月、紫竜、氷河、春、友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。何？聖夜、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。私に構わず早く行くんだ、聖夜。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。教皇、なんだ。誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。これは一体。死ねせんよ。あ！バカ、そうやすやすとアテナ神殿に乗り込まれてたまるものか。なんだ、一体どうしたんだ。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我がクロスよ。ジェミニ、教皇の正体はゴールドセイントの一人、ジェミニのセイントだったというのか。でもなぜなんだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。まさか教皇がジェミニのセイントだったなんて。こいつが春夜氷河たちを。そう、ただ結局ここまでたどり着いたのはお前ただ一人。ブロンズ一人で私を倒すことなどできない。まだまだ。さあペガサスよ、お前はここで死んでもらうぞ。仮にも12の9を突破したせい、私に剣を打ち込むと、その褒美に教えてやる。なぜ私が教皇になりすましていたのか。
アテナは間もなく死ぬ。そうすればアイオロスが持ち去った勝利の命令2件4問もいかなる勝利をも掴むことのできる勝利の女神2件神や悪魔をいかなる攻撃をも退けるアテナの盾。この二つがそろえば、このゼウスを抑え、海海のポセイドンを抑え、冥界のハーベスさえも抑え、もう私が彼らと互角に地上を支配することができる。この私がまさに地上の支配者となるのだ。バカな仕事は強い。それでも地上の平和を守るアテナを補佐すべき強豪か。そんなことは断じて許さない。また強豪が苦しみ出している。バカで邪魔しようってよ。よせ、もはやこれ以上の罪を重ねるとアテナの命を捨てる。いくぞ。聖夜を殺させはしないぞ。黙れ。こっちだぜ。お前さえいなければ私はとっくの昔にこの大地を支配していたのだ。お前の邪魔さえなければ今頃は。行くぞ。まだまだ。誰と話しているんだ。そんなにプラザさんの味方をしたいのか。命を救うとは言わ、その代わり五感を子供たちが散ってくれるわ。今こそ燃え上がれ俺の息子よ。間もなく十二球全部の火が消える。そしてアテナの命も消える。この私の力。聖夜、聖夜。まただ。また教皇が苦しんでいる。なぜ私のジェミニのマスクが涙を流したりしやがって。ジェミニのマスク、さっき教皇の間で見たやつか。なぜ私の邪魔をするのだ。私が大地を支配することがそんなにいけないことか。力のある者が天下を治めて何が悪い。はあ、倒したゴールドセイントのジェミニオン。もうすぐだ。もうすぐサオリさんのアテナの命を救える。バカ、アグレの拘束拳を数発当てただけで私を倒したなどと思うのは甘いぞ。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せいよ。何？一度、もう一度俺に力をくれ。俺のコスモよ、アテナよ。何？これは？ペガサス、ローリングクラッシュ！ペガサスローリングクラッシュか。残念だがお前の最後の技さえも通用しなかったようだな。強い、強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。さあその首を落としてやろう。覚悟はいいか。誰だこの私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。
そのシャガとムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子だ、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。あの世に行くのはお前の方が先だ。勝負の一騎。その命再び捨てに来たのか。この俺の命などいくらでもくれてやる。聖夜だけは絶対に死なせはせん。アテナのため、自らの命を懸けて戦った友のために、同じ時代を分かち合い生まれてきた熱き血潮の友のために、この命を懸けてジェミニー前を倒す。くらえ、フェニックスの剣を。ペガサスを始末する前にまずはお前を葬り去ってやる。フェニックス、貴様は掃除球でも私の邪魔をした。たっぷりと苦しませてから殺してやる。一気に、もはやお前の体力では私に打ち勝つことはできない。地獄へ送り届けてやろう。さすがブロンズ最強を誇る一騎、貴様は死んだものと思っていた。シャカ、シャカ、そうだ、シャカ。初めて心に迷いが生じた。迷いだと。シャカめ、フェニックス一騎、私にここまでのダメージを与えるとは。おお、幻魔剣がここまでの威力を持つと、ひよこながら褒めてやるぞ、フェニックス。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣、キャラクシアン。これは！これでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。後ろに浮かぶあのコスモ、ペガサス。いや、ペガサスだけではない。聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を出す。
もう誰も私を止めることなどできん。あなた方に救世主そうはいっか。炎が燃えている限り、たとえ這って行ってでもアテナの盾を掲げなければ。さあ、五感を断たれたのは何も見えないし、聞くこともできない。見る以上にそれらの感覚を超えて、今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。なんだ、それはお前は六感すべてを超えた。セブンセンシズに目覚めたというのだ。お前がいくらコスモを燃やそうと、私には一切歯が立たないのは立証済みのはず。この私に勝てるはずがない。みんながこの俺に勇気と力を与えてくれた。俺はみんなの希望なのだ。心のコスモよ、セブンステージズよ、今こそ究極まで燃え上がれ。はい、ギャラクシアンエクセプロージョン。まだまだ。くそ、これで傷を負いすぎたか。いくらセブンステージズに目覚めたからとはいえ、ペガサスごときの剣を再び食らうと。体力がないのは聖夜と同じ。命の痛みが消え尽くす最後の瞬間まで、アテナを救おうとしているこいつらこそ。こっちだぜ。平和を愛する聖夜と何だ。それに引き換えこの私は、いや、何としてでもペガサスを止めなきゃ。私こそが平和を守る戦法なのだ。さあ、異次元に飛んで行け。アナザーディメンション、アナザーディメンション。行くぞ。
俺は諦めちゃいけないんだ。どんなどん底にいようと這い上がってみせる。沙織さんの方角にかざすまでは。